はい、どうも響です。今日はですね、リズム&ドラマガジンさんとのコラボ企画、アナトミー・オブ・ドラミングの第7回です。毎月1本ですね、ドラムカバーの方をセルフ解説していくという企画ですね。今回もですね、解説動画に関しては皆さんが見ているこのチャンネルで、であと譜面だったりとか文面での解説っていうのは、ドラマガウェブの方に載っておりますので、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。ではね、早速いきたいんですけれども、今回解説していくのはシムのキリングミーです。まあ、ラウド系好きなのはね、知らない方いない曲なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ本当シャウトから始まるね、めちゃくちゃヘビーなサウンドもあって、あともう2ステしまくれるようなビートもあって、でまあね、サビメロはすごいキャッチーで、もう本当ラウド入門にはね、ぜひおすすめしたい曲かなと思います。まああとやっぱり軽音部とかでこうコピ版とかね、やってると、まあ激しい曲ってなったら、まあいろいろあるんですけど、この曲は結構定番でね、候補に上がる曲なんじゃないかなと思います。まあそんな感じの曲だと思うんですけれども、この曲が、ね、収録されているアルバム、シーズ・オブ・ホープがですね、2011年の10月リリースということで、今月で、ね、ちょうど10周年という感じになっています。で、まあさっきちょっとバンドでやる人多いんじゃないかなと言ったもののですね、結構ドラムを完コピするとなると、まあ難易度高めかなと思うので、まあみんなが結構引っかかりそうなところを今日は解説していこうと思います。というわけで今日はですね、基本ビートとドラムソロと、B メロとラスサビの4箇所をね、解説していこうと思います。ではね、早速始めていきたいと思いますので、まずは映像をご覧ください。ここはですね、ドア玉のイントロ部分なんですけれども、まずですね、今の映像に関してはちょっとスティックを回しすぎて何やってるかわからないと思うので、今からゆっくりやるんですけど、これは普通に、スティックを回さずにやりたいと思います。はい。これはですね、いわゆる裏打ちというやつですね。この曲で本当印象深いビートの一つで、まあ、イントロ、A メロ、あと、間奏とかでもね、使われてます。まあ、多少ドラムやってる方だったら、このビートは結構できるよって方多いと思うんですけれども、ちょっと改めてね、このビート解説していこうと思います。で、このビートはですね、ちょっと一気にやろうとすると難しいので、順々にやってってほしいんですけど、まずはですね、足を両方とも四分打ちします。で、それをやりながら、右手でハイハットの8分打を打つ。で、それができたら左手で204拍にスネアを入れてあげます。まあこんな感じですね。何もできない状態でせーのでやると難しいんですけど、こうやって順番に入れていくと割と簡単にできるので、ちょっとやってみてください。で、あと4小節目のこのビートの折り返しのところなんですけれども、スネアの位置がね、ちょっと裏拍にずれて、このビートのノリが一瞬崩れる感じになるので、そこちょっと注意して叩いてみてください。はい、では次ね、ドラムソロ行きたいと思うので、まずは映像をご覧ください。はい、まあここもイントロ部分ですね。ここがですね、おそらくこの曲で一番難しいんじゃないかなと思うところなんですけど、まずはね、ゆっくりやってみたいと思います。まあこんな感じで、まあ音数もすごい詰まってますし、まあ最初パッと聞いた感じだと何やってるか本当わかんないかもしれないんですけれども、一つ一つ見ていくとですね、実はそんな難しいフレーズが使えてなかったりします。で、ポイントとしてはですね、シンバル系の色がちょっと忙しいっていうのと、あとコンビネーションフィルをうまく使いこなせるかどうかってところですね。で、シンバルの色に関してなんですけれども、前半はですね、クラッシュとハットで、後半は太鼓類とあとチャイナクラッシュの移動が多いんですけれども、これはですね、フレーズ動向っていうよりは、もう動きを体で覚えるというか、本当にいろんなところに移動しないといけないので、本当に太鼓、シンバルともにしっかりとね、正確にヒットできるかどうかっていうのがポイントになってきます。で、コンビネーションフィルに関してなんですけれども、まあ、3、4小節目とね、5、6小節目に登場するんですけれども、フィル自体はね、4、2のパターンだし、叩く太鼓も別にまあよくあるパターンです。じゃあ何が難しいかっていうと、そのコンビネーションフィルが小節をまたいでるんですね。で、これ前にも話したことあるんですけど、小節をまたぐとね、とにかく拍が取りづらくなって、もうずれやすくなりますので、そこを注意してほしいです。
で、まあ、この曲に限らずなんですけれども、結構頭がどこか分かんなくなるようなフィルとかってあるじゃないですか。で、あれって、フレーズで覚えちゃっても、まあ、叩けるには叩けると思うんですけれども、あんま根本の解決にはなってなくて、やっぱりリズム感を鍛えるっていう、まあ、練習が必要になってきます。で、まあ、どういうことかっていうと、まあ、例えば今言ったその頭がね、どこか分かんなくなるようなフィルとかをこう叩き続けても、自分の感覚で、拍を数えなくても、4小節とか8小節とか何となく分かるようになってくるんですね。で、まあ、その感覚が身についてくると、まあ、今みたいなこの小節をまたいだフィルとかを叩いても、全くずれなくね、叩けるようになるので、まあ、こういうソロを、本当クリックを聞きながら練習すると、そういう感覚身につくのでおすすめです。まあ、このソロに関してはですね、全体通してかなりいい練習になると思うので、ぜひ挑戦してみてください。ではね、次 B メロ行きたいと思うので、まずは映像をご覧ください。まあ、ここはシャウトしてるね、かなり重めなパートですね。まずはね、ゆっくりやってみたいと思います。はい、ここはですね、ブレイクダウンとかで使われる、ユニゾンのパターンなんですけれども、パッと聞いた感じね、足の3連打が結構使われてるように聞こえるんですけど、実はそうではなくて、このフロアタムを混ぜることで、ちょっと3連打風に聞こえさせてるようなフレーズになります。まあ、なので、足の負担自体は結構楽なんですけれども、逆にね、こう結構難易度としてはちょっと上がっていて、まあ、ポイントとして挙げられるのはやっぱりチャイナとフロアの移動です。セッティングにもよるんですけれども、結構この忙しい動きになって、そうするとね、フロアが結構弱々しくなりがちなので、しっかりとね、ここ鳴らせるように。やっぱり低音をそのキックと同じぐらい出せるとかっこいいフレーズに聞こえるので、ちょっとそこを意識して叩いてみてください。で、まあ、あとその合間合間に、細かい足が入ってくるので、まあ、この忙しい移動に加えて、ちょっと細かい足技があるということで、結構体のバランス崩れやすくなるので、そこも気をつけて叩いてみてください。じゃあ最後ね、ラッサビ行きたいと思うので、まずは映像をご覧ください。はい、ここはですね、ラッサビの頭のそのフィルのところですね。とりあえずゆっくりやってみたいと思います。まあ、ここもね、かなり合わせるのが難しいフレーズですね。ポイントとしてはですね、3つありまして、まず入りのクラッシュが2拍目から始まっているところです。で、直前のその C メロのラストが2拍休みになっているので、ちゃんと拍を意識しないと、まず、そもそも入れません。で、そこからですね、連続したコンビネーションフィルが登場するんですけれども、またこれね、小節をまたいで登場するんですよね。イントロのそのドラムソロのところでも話しましたけど、これはやっぱりかなりずれやすいので、まずはその2小節フレーズで覚えちゃって、そこからクリックに合わせて、こうちゃんとハマってるのをね、確認すると、まあ効率よく練習できるかなと思います。で、最後のポイントが、そのコンビネーションが終わった後に、まあ結構忙しいタム移動があって、で、しかもその終わりがですね、まあ、シンコペーションフィル、要は、食って終わってるんですよね。で、まあ、ここはですね、歌メロに合わせてる感じなので、覚えやすいかなとは思うんですけど、まあ、今言ったように結構この難しい技がだいぶ連続して出てくるので、まあ、ここはかなり難易度が高いフレーズになってるんじゃないかなと思います。で、まあ、後半の2小節に関しては、スネアを連打して、で、2発最後決めという感じで結構簡単なフレーズなので、まずとにかく前半をしっかり叩けるようにしてみてください。で、あとこのパートに関しては、まあ、最初のクラッシュとか、あと最後の決めとか、その他の楽器とね、そのタイミングをバッチリ合わせないと、こうかっこよく聞こえないようなフレーズになってるので、とにかくこうタイトに叩くことを意識してみてください。はい、皆様いかがだったでしょうか。第7回はですね、シムのキリングミーの解説をさせていただきました。まあ、この曲はですね、僕がラウド系にハマった当時も何回叩いたかわからない曲なんですけれども、まあ、やっぱりほんとかっこいいフレーズが多いですよね。まあ、特にイントロのドラムソロとかやっぱりあれをどうしても叩きたくてもうめちゃめちゃ練習したのをね思い出しました。まあ、他にもねその拍が取りにくいコンビネーションフィルとかあと細かい足技とかもう本当かなり練習になるフレーズが多いです。まあ、とは言っても本当一つ一つ見ていくとフレーズ自体はそんなに難しくなくて、まあ、ラウド系のね入門に本当最適な曲になってるんじゃないかなと思います。まあ、今日はですねここを押さえとけば全編叩けるみたいなところを解説できたかなと思うのでぜひ皆さんチャレンジしてみてください。
というわけで今日はキリングミーの解説をさせていただきました。まあ、感想だったりとか、あと解説してほしい曲のリクエストなどありましたらコメントの方で教えていただけたら嬉しいです。最後になりますが、この動画はドラマガジンさんとのコラボ企画になります。ドラマガジンの方にですね、今日解説した楽曲の譜面だったりとか、文面での解説っていうのが載っておりますので、そちらも概要欄の方からぜひチェックしてみてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。